はい、誠一年です。今回はですね、読谷村にある戸口ビーチを紹介しましょうね。まあ、今出てますけれども、泊まりすく、公園というところの一角にあるんですけど、まあ、ここね、あんまり皆さん聞いたことないかなと思うんですけど、観光でもね、そんなに来てないイメージなんですが、まあ、もともとね、もう地元ですごい好かれてる、まあ、地元の人たちに好評なビーチです。で、一番のポイントっていうのがサンセットで、もう一個が最近からね、管理するようになってるんですけども、ベニー豚っていうね、豚肉、すごい沖縄で有名なブランド肉があるんですけれども、それを作ってる会社、まあ、販売してる会社っていうのが、ここでね、バーベキューもしたりとかするために、運営会社としてね、このビーチを運営しているっていうね、ちょっとユニークなビーチなので、まあ、それをね、今回紹介していきたいなと思います。はい。で、まあ、さっきもあったんですけど、もうおすすめっていうかね、まあ、もうここのポイントっていうのは、まあ、絶対ね、もうサンセットですね。まあ、あるところの方にの、日が落ちていくんですけど、まあ、やっぱ綺麗です、ここのサンセットっていうのは。で、あまりね、皆さん知られてないので、で、特にサンセットっていうと、サンセットビーチとかね、あと、まあ、ここの、この東シナ海側に面しているところっていうのは、やっぱ有名なところ多いので、例えば、ザンパだったりとかに行くと思うんですけれども、地元の人とかっていうのはね、戸口ビーチに結構行くっていうのはね、有名なんですよ。で、そこにね、さっきもあった、この、紅豚っていうね、豚肉、有名のブランド肉をやってるところがまた管理してるということでね、ちょっとね、県内ではね、新聞に載ったりとかして話題になってる、そんなビーチです。はい。で、ここはやっぱ広いですよね。これぐらいね、広いので、ここにサンセット、日が落ちてくるってなるとね、すごい綺麗なんですね。で、この東屋があるので、ここに座りながらゆっくり見たりとか、あとこのね、散歩道が整備されてますんで、散歩をして見るというような感じですね。結構外国の方とかが、地元のに住んでる、読谷に住んでるね、外国の人とかが多いですね。うん、です。で、ここの、海としてはね、ちょっと遠浅になってて、干潮になるとね、もうすごい奥までね、全然深くないので泳げないんですよね。そこまで行くのが岩場でゴツゴツしててね、裸足でも泳げないし、砂浜も少ないんですよ。今見えてますよね、砂浜がないんですね、あんまり。中の方ですよ、水中の中だから、結構泳ぐっていうような感じじゃないんですね、ここのビーチっていうのは。まあ、シュノーケリングとかやるよとかねっていうのもあるんですけども、透明度も高いよっていうのはね、いろいろなところで、まあ、口コミみたいなのも書かれてるんですけど、実際は砂浜もないし、あと遠浅になってるっていうところもあって、皆さんがねイメージしてるような、北部とかでねあるようなね、もうグラデーションかかった青い海っていうような感じじゃないです。ここは確かに透明度自体はもちろん高いんですけども、反射とかの関係でしょうね、多分ね。あんまりね、そういうグラデーション、綺麗な色っていう感じではないので、まあまあ、見て楽しむ、もちろん全然綺麗なんで、見て楽しむことできるんですけどね。泳ぐっていうのに関しても、遠浅であんまり向いてないというような感じです。で、後からもね、紹介していきますけど、マリンスポーツっていうのもね、あんまやってないんですよ、ここは。うん、で、マリンスポーツって大体ね、まあ、ジェットスキーとかいろいろあると思うんですけど、そういうのもやってなくてですね、ここね、豚肉の販売会社が施設管理してますんでね、こういうのをほとんど一切やってなくて、外注してるんですね、マリンスポーツは。だからサップとかね、ああいったのやるんですけれども、まあ今とかはこういうもう営業はやってませんよってなるとね、全然全くこういうの貸し出しとかレンタルとかもサップの体験とか全然できないというような感じになってます。で、サップ、カヤック、ボディーボードとかね、あとはまあシュノーケリングとか、そういったものもやる、通常だったらねやるんですけど、ここは絶対確認が必要なので、一度ね概要欄にあるところに電話していただいて、でそこで見ていただいたら、聞いていただいてやった方がいいと思いますね。で、あともう一個注意点っていうのが、ここ遠浅ってあったんですけど、干潮時っていうのはほとんど泳げないです。なので、干潮なのか満潮なのかっていう時間ね、ここは事前に調べる、もしくは電話して聞くっていうような形じゃないと、多分ね、行ったのに、あ、全然泳げんさってなることが多いのでね。なので、そういうところがあるので、絶対ね、そこは気をつけてくださいね。はい。で、あともう一個が、ここっていうのは、さっきも言った豚肉を、まあ、卸したりとか、まあ、売ったりとかしてる会社がレンタルしてるんで、ビーチをね、監視する人とかっていうのはないんですよ。この、チャンネルでもね、他の動画で人工のビーチとか、ここ天然のビーチなんですけど、天然のビーチでも管理してるよとかっていうところあったと思うんですけど、人工のビーチっていうのはちゃんとね、クラゲの防護ネットがあって、で、その中が遊泳区域で、そこに、監視員がいてね、ちゃんとした。で、その人が見て、で、その他のところっていうのは、あ、もうここは遊泳区域外ですよと。
危ないですよとかね、もし何かあった場合も、まあ、助けるとかっていう感じで、一応関心の人たちがいるっていうのが一般的なんですね、施設を管理しているところっていうのは。なんですけど、ここに関しては、まあ、天然のビーチっていうのもありますし、バーベキューとか管理するんですけど、海の中に関してはね、全く管理されてないです。なのでクラゲの防護でなくてもないですし、もしかしたらね、だから刺されるかもしれないと、うん、でとか、あとは遊泳区域っていうか区域外とかっていうのが分かれてないんで、全部一応自由なんですよ。だから持ち込んできて何かやっても全然問題ないです。サップとか、まあ、シュノーケリングとかね、持ち込んできてからやるとかっていうことも全然できます。ただ、まあ、一切の責任持てませんよっていう形なんで、まあ、ちょっとね、小さいお子さんがいたりとかするとちょっと心配かなと思いますね、うん。まあ、あの天然のビーチだし、ここはあの、まあ、砂浜でもない、あの中がね、海中がね、水中か、水中のところとか海中か、ね、があの岩場になってるっていうのもあるので、ここでがっつり泳ぐっていうのはなかなかないのかなと思いますね、うん。で、あのここって公園の中にあるので、小さいお子さんとかと一緒に行ったら楽しめるんじゃないかなって思うかもしれないんですけど、多分小さいお子さんがね泳ぐってなると、まあね、浅瀬の方でねパシャパシャ泳ぐっていうのはいいかもしれないんですけど、やっぱマリンシューズないと厳しいよとかねっていうのがあるので、うん、まあ、そういう意味ではさっきあったバーベキューとかね、あのここでのならではの遊び方っていうのは、サンセット見ながら豚肉屋さんがやってる、まあ、豚肉ブランド肉をやっているところがやっているバーベキューを食べるというのがポイントですので、ちょっとそのあたり説明していこうかなと思います。でバーベキューできるよっていうのがあったんですけれども、どんな、まあ、あの肉が食べれるかっていうとね、まあ、紅豚のステーキだったり、バラ薄切りとかフランクフルトとかね、あとカルビとかバラの串とかね、そういったものが食べれます。全部まあ紅豚関連ですね、うん、当たり前ですよね、この紅豚のやつのところがやってる。でここでバーベキューやるってなると、まあ、11時からあの6時までの間なんですけれどもね、ここでやるってなると1人2750円を払うとできます。で機材とか全て全部レンタルで貸し出しなので、なので全部込みなのでね、なので2750円さえ払えば、まあ、手ぶらで行って全然食べれるよというような形ですね。まああのね、普通のね、うん、あのブランドじゃないお肉の方が、まあ、一般的なんでね、沖縄でバーベキューする時の出てくるお肉っていうのは。なので紅豚でバーベキューしながらサンセット見て、でこれだけね広い海でねサンセット見ながら食べれて遊べるっていうのが一番のポイントです、ここのビーチのね、はい。であともう一つはやっぱりね、あの紅豚をブランド肉をやっているところだからならではなんですけども、レストランがかなり充実してます。僕の、ね、インスタとかでも上げてるんですけれども、まずそばですよね、沖縄そばが紅豚チャーシューそばっていうのと、あとあの紅豚チャーガンジューそばって言ってね、骨付きのバラを乗せたね、もうすごいボリュームなんですよ。それの沖縄そばがあるんですけど、これ1日ね10食限定なんですけどね、このチャーガンジューそばっていうのがっていうのがあります。でこれが食べれるっていうのと、あとね紅豚のねステーキが食べれるんですよ、この豚肉のね。ね、あのこれがロースステーキだったりとか、200g でも、ね、1200円とかっていう形でね、すごい、まあ、リーズナブルですし、食べれる、こういう風にねここで食べれるっていうのはね、レストランがすごい充実してるっていうのが一番のポイントですね、ここは。なのでここで食べながら、でそれで、まあ、サンセット見ながらというような感じ が一番の楽しみ方なのでね、うん、やってほしいなと思います。であと施設のねちょっと情報もお伝えしておきたいんですけども、さっきあったようにマリンスポーツだったりとかっていうのはもう別の会社がやるので、まあ、その都度確認してほしいと思います。でそれは例えば、サップとかカヤックとかボディーボードとかね、こういったの1時間3000円ぐらいでやってるんですけども、これはね絶対確認した方がいいです。であともう一個ね、さっきもありましたけど遠浅なんで、ちゃんと干潮時と満潮時っていうのは電話入れるか事前に調べてくる、これ絶対ポイントですね。で、ここは、駐車場があります。さっきの公園と一体となってるんでね、一番最初に来たところ公園でしたね、都民泊まりくつくあの公園っていうところなんですけども、ここがあの管理するところで100台ぐらい止めれます。だから駐車場は多分大丈夫ですね。であとトイレ、シャワー、コインロッカーがちゃんと完備されてるという形で、シャワーだと200円で、コインロッカーだと500円という形、ここだけお金かかりますからね、駐車場はかからないです。はい、でパラソルだったりマリンベッドっていうのを1000円でねあの貸し出ししてますんで、ここでね使いたいという方は貸し出しができると。であと、マリングッズですね、シュノーケリングとかシューズとか、あとライフジャケットね貸し出されてるよということなので、まああの使う場合はね、ぜひシュノーケルぐらいだったらここで多分貸し出しされてると思うので、パーラーがあるんですよね、かき氷とかああいうとかもあるんで、そこから貸し出ししてますんで、まああのちょっとねマリンスポーツがっつりってなるとねちょっとできないですけれども、こういったねちょっとシュノーケリング簡単にとか、
まあ、泳ぐマリンシューズとかね、で足ちょっとの沖まで行くとか、そういったことは全然できますから、うん、あのそれを借りてやってくださいね。マリンスポーツはさっき言ったら外で電話してくるという形で、クラゲの防護ネットとか、監視員とかいないので、そこは気をつけてくださいね、はい、という形ですね。まあ、今回ねこんな形で一応お伝えしたんですけども、後からねちょっとね店内のものっていうのをね載せてますんで、それ見てみましょうね。はい、はい、こちらがですね、トグビチビーチにある管理しているところがやっているレストランですね。まあ、紅豚を販売している会社です。ブランドの豚肉なんですけれども、沖縄ではすごい有名でね、紅芋を食べさせた豚ということで、すごい脂が甘いってことでね、有名なんですけれども、それがショップになってます。で、奥がレストランなんですけど、ここでね、さっきもあったチャーガンジューそばとかね、一日限定のものだったりとかを食べれるっていう形、ステーキもね、紅豚のステーキも食べれると。で、紅豚のバーベキューもできますからね、これが一番ポイントですからね。で、こういう風に、あと持ち帰り、まあ持ち帰りというか買うこともできるんですよ。お家で食べれる用もね、売ってます。県内でも直営店というのはここだけなので、ここで買いに来るということもできるんですね。ビーチだけじゃなくてね、ここに買いに来るだけでもね価値あるのでね、結構いらっしゃると思います。僕も一旦来たことあるんですよ。ビーチで泳ぐとかじゃなくて、ここにしか売ってないから来るっていうような感じでね来たことがあって、まあブロック肉も売ってますし、こういった形で味がついてるものっていうものも売ってます、うん、この紅豚ですね、このもうピンクのねものが有名ですね、うん。でソーセージもあったりとか、うん、味がついてるものがあったりとかっていう形でね、うん、あるんですけど、まあ、もう一個ね僕ねちょっとお伝えしたかったのが、紅あぐーっていうのもあるんですよ。紅豚とあぐーが掛け合わせられてるものっていうのもあって、これもねまたすごい美味しいお肉なのでね、ぜひここもこの方々がね販売してますから、うん、ありますからね、ここにもありますからね、ぜひねこれもそれも食べてほしいなと思いますね。すごく甘い、脂身が甘くて豚肉じゃないみたいな味がするっていうのがね、ちょっと匂い強いじゃないですか豚肉ってね。で沖縄で豚肉ってすごいねよくいっぱい食べられるんですけども、その中でもトップブランドなのでね、ぜひここでも食べて持ち帰ってね食べてほしいなと思います。あとレストランね食べてほしいなと思います。はい、今回は以上ですね。まあトグチビーチ、ちょっとね他の動画とはねちょっとニュアンスが違うようなユニークなねビーチですんで、まあここあったガンジュファンもそうですし、レストランもそうですし、あとバーベキューねやりながら、紅豚を食べながら何か、まあ、ビーチで楽しむっていうね、そんなビーチになってますんで、ぜひもしね沖縄旅行の参考になればなと思います。はい、以上です。